香港貧火日報本社貧火日報は、1995年に、香港で創刊された、反対アザ中国語、関東語の日刊新聞である。日本語のメディアや書籍、文献では、大豪を、リンゴ日報などと訳すことがある。大きなカラー写真と人目を引く見出しを特徴とする、大衆紙であり、自由主義を標榜する反北京、親民主派の代表的な新聞でもある。 香港の大手メディアグループ一伝中立ちが100%の株式を保有しており、1995年に一伝中立ちの創業者であるはじむともひでが創刊した。台湾に同盟の姉妹誌があった。2021年6月24日付の発行をもって廃刊。一部10香港ドルで販売しており、発行部数は約10万部。ネット版の購読者は、 約61万人に上り、香港の新聞で最大のネット版購読者数を誇る。1998年上期には平均約40万部、2011年上期には平均約29万部であった。創業者、はじむともひでは、関東省生まれで、小学校卒業後に、香港に渡り、裸一貫から大手アパレルチェーンのジョルダーノを築き上げた。 はじむとの日では1989年の64天安門事件にショックを受け民主主義と自由主義を守るメディアの必要を痛感し自ら作ることを決意し1990年にメディア企業一連な形を創立した週刊誌一週刊を1990年にその別冊からスピンオフした一本便利を1991年に 創刊し、1995年6月20日に、貧化日報を創刊して、新聞業界へ進出を果たした。東方日報、名法、西法、大広報文開法など香港の他の中国語日刊誌と比べ、貧化日報の創刊は1995年6月20日と、若いが、創刊後間もなく、東方日報に次ぐ香港第2位の部数を発行するに至った。 相関した1995年当時、香港に、全、ページカラー印刷の新聞は存在しなかったが、貧乏日報は大部分のページを、カラー印刷とした。写真を、おもとし文章を重とするスタイルや洗練された、エディトリアルデザインを採用するといった、ビジュアル性重視と、内容面での徹底した娯楽的な大衆史路線で、 しかも他社より価格を安く抑え、大量の部数を売り上げた。この成功がきっかけとなり、その後前、ページカラー印刷に踏み切る。結果、香港返還前の香港新聞会では、激しい競争が起こり、貧化日報のローシニア、価格競争について行けなかった、経営基盤の弱い新聞が多数、廃刊に追い込まれることとなった。貧化日報という大号は、 発行人のはじむともひでが発案したものであり、はじむともひでは、もし、アダムとイブがリンゴを口にしなかったら、世界に善悪はなく、ニュースも存在しなかっただろうと命名の理由を述べている。台湾の貧乏日報は、2003年に、はじむともひでが他社と組んで立ち上げた、姉妹誌であった。上半は2021年5月17日限り、廃刊されたが、 ネット版、貧化新聞網は、香港の貧化に一方配管後も運営を、継続している。内容は、芸能人の動向、戦場的で時にやりすぎや出かせも指摘される、ルポルタージュ、企業や、政治家のスキャンダル内部告発、流行の着こなし、バスおじさんのようなネットの話題など人々が飛びつく、ものが、特に多く、人気と論争のもとになっている。 a c ニールンの調査では、香港で第2位の売り上げを誇るが、2010年代半ば頃までの独立機関の調査では、人々の貧化日報に対する信頼度は低い。新聞のレイアウトデザイン、内容が読者の好みに合わせて変化し、硬派なデザイン、読者の知るべきことを伝える内容から、見やすく派手なデザイン、読者の知りたいことを伝える内容へとなっていく。 現象を、香港などでは貧化化と呼ぶことがある。政治的には、香港特別行政区政府や北京の中国共産党政権、中国中央政府に反対し、親北京的でなく、西側メディアや香港民主派に近い論調を取る、香港でも数少ない新聞である。香港返還前、創刊当初から中国政府に対し激しい批判を加えてきたため、 中国大陸では発行が禁止され、現在も貧化日報のウェブサイトは金立てにより中国国内からのアクセスが遮断されている。論調は小さな政府、市場重視の色彩が濃厚である。反政府の姿勢であるがゆえに当局からの妨害を受けることが多く、2014年6月中旬からウェブサイトへの接続が断続的に困難になっている。 2014年香港反政府デモでは、デモ側を支持する姿勢を明確に打ち出したことから、親中派から、非難や攻撃を受けた。2015年1月12日には、本社とオーナー宅へ、火炎瓶が投げ込まれる事件も発生した。2019年香港民主化デモでも、オーナー宅へ、火炎瓶が投げ込まれたり、記者が襲われたりなどしている。貧火日報は、 香港でも数少ない民主派支持メディアとして発信を続けたことにより2019年の香港中文大学伝波ともみみ町中心によるマスコミ信頼度世論調査では中国語、英語を含めた有料の新聞11紙の中で3位につけ唯一3年前の調査から信頼度を上げた新聞となり同志としては1997年以来初めて 有料新聞全紙の信頼度の平均を上回った。2020年2月28日、創業者のはじムともひでらが違法な集会に参加したとして、香港警察に逮捕された。4月18日、同じく違法な集会に参加した容疑などで、はじムともひでらが再び逮捕された。8月10日、 発行元に200人規模の家宅捜索が入り25箱、分の資料が押収された。同日、香港国家安全維持法違反の疑いで、はじむともひでや幹部らが逮捕された。2021年6月17日、編集と経営部門のトップらご幹部は、国安法に違反した疑いで逮捕された。この逮捕によって2億5000万円相当の資金が凍結されたことで、 新聞発行の継続が危機に陥った。6月23日には、リダイラというペンネームを使っていた中国担当主筆も国安法に違反した疑いで逮捕された。同日、6月24日までに、紙版の発行を23日の深夜にオンライン版の更新を停止することを決定した。国安総品化、品価馬夜規即時停止運作は 出版最後1分報紙。貧乏日報。オリジナルの2021年6月23日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20210623145246/.https:/k.appledaily.com ローカル。 2021万623アイシスムカビーチ六ボベンプターリ 5MJLM2021 年6月26日閲覧貧火日報元旦期間値えたり中元貧火日報2020年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年9月28日閲覧 ABC 藤本金也報道の自由風前の10日中国 香港唯一の民主派史に家宅捜索産経新聞2020年8月10日2020年11月7日閲覧オリジナルの2020年8月18日時点におけるアーカイブ香港市の工房李法中国首相批判の恥虫が身体収支発行朝日新聞1995年7月7日東京長官33面 リンゴ日報最後の長官一面に、市民の声、当局批判も、永遠に香港愛する。時事通信社。オリジナルの2021年6月24日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20210624203143/https。 www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル、k イコール2兆210億6240万 178&g イコール int 2021年6月26日、閲覧。コーアキラ、電投資報刊少量、abc アーカイブ2021年6月26日、ウェイバックマシン、渡辺健一、佐波啓氏より、 フリーペーパーの信頼性が高い新聞業界の仕組みアーカイブ2021年6月26日、ウェイバックマシンはじめともひで、台湾に挑戦アーカイブ2004年11月3日、ウェイバックマシン、連合、法2000点に21。新聞落下から見本根法業的名店アーカイブ2016年3月4日。 ウェイバックマシンパブリッシュドインザポリティカルインフォメーションウェブオブ・香港ハットデン中立的過信度分数アーカイブ2016年3月14日ウェイバックマシン香港電大香港中文大学新聞と電波学院院長いける鍵激 AB 市民大電中立高心力的評分庁結果2020年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ 2021年6月26日閲覧。港貧火日報の総外客港アーカイブ2014年6月23日。ウェーバックマシン中央通信社2014年6月18日。貧火日報。小総外客港無法正常運作アーカイブ2014年6月21日。ウェーバックマシン自由時報2014年6月18日。香港。 貧火日報本社やオーナー宅に火炎瓶毎日新聞2015年1月12日2015年1月12日閲覧オリジナルの2015年1月12日時点におけるアーカイブ貧火日報香港でも取材中の記者襲撃を非難報道の自由守るアーカイブ2020年8月5日ウェイバックマシンロイター2019年9月25日 周停止を逮捕民主活動家、甘笠運動、リーダー国安法違反容疑で、香港警察、毎日新聞、2020年8月10日。2020年8月16日閲覧。オリジナルの2020年8月10日時点における、アーカイブ。香港警察、リンゴ日報五人逮捕反政府的な動きを取り締まり、NHK。 2021年6月17日。2021年6月17日閲覧。オリジナルの2021年6月24日、時点におけるアーカイブ。香港市、リンゴ日報幹部5人逮捕外国勢力と、結託容疑、朝日新聞。2021年6月17日。2021年6月17日閲覧。 オリジナルの2021年6月24日、時点におけるアーカイブ。香港、リンゴ日報明日にも発行停止か。日テレニュース24、日本テレビ放送も、オリジナルの2021年6月24日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20210624203000/.https:/www.news24.jp/.articles/.2021/.06/.22/.10893488.html2021 年6月23日閲覧 リンゴ日報中国担当の主筆逮捕言論弾圧、強まる香港。朝日新聞。オリジナルの2021年6月24日、時点におけるアーカイブ。h <ht> t org t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 1 0 6 2 4 2 0 5 1 5 8 h t t p s w w w a s a h i c o m articles. アスプ 6R4GJCP6Ruby 0 1 6 h t m l 2 0 2 1年6月23日閲覧。香港アップルデイリー史発行停止を決定26日までに日本経済新聞オリジナルの2021年6月26日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20210626113318/https:www. 日経 .com アーティクルヤズコム 2383m-0t20c21a600 万2021年6月23日閲覧アレックス・ウェーンバイデン米大統領 香港のメディア弾圧停止を中国に要求。ブルームバーグ。オリジナルの2021年6月25日時点における。アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20210625124515/.https。 www.bloomberg.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ2021-06-25スラッシュ QV81UIDWX2PS01 品海日報休館冒険王朝のやり方台湾主編集局長産経新聞オリジナルの2021年6月24日時点におけるアーカイブ <ッ><ッ> https://web.archive.org/web/20210624213446/https:www.3k.com アーティクル202162493愛字6アイジロクンシファイ6ピンプクンバハーツクク ABCD 再総統台湾は香港の自由支え続ける 香港リンゴ日報発行停止。フォーカス台湾。オリジナルの2021年6月24日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20210624102924/.https:japan.ca.com n。テイラー・ワッツ、ニュース、アチ。 2021億624万8アスピックスハットリンゴ日報配館重大な懸念下等官房長官時事通信オリジナルの2021年6月25日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org web 20210625153633 https www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュアーティクル、経営コール2兆210億6240万595ハットエビ、北京五輪、政府代表の招待事態を EU や加盟国に要請、欧州議会が決議。時事通信。オリジナルの2021年7月9日、時点におけるアーカイブ。 <ッ> https://web.archive.org/web/20210709143046/https:www.jiji.com/jc/article, k イコール2兆210億7090万1070。ありがとうございます。